僕らはさ何もつかんでいない。それは体も心も、そして周りの人々も幸せに満たされる生き方。沖縄クリップ。沖縄セルラーがお届けします。西原町池田、池田食品の豆腐工場の敷地内にずらりとカラフルなトラックが並んでいます。池田食品の島豆腐や惣菜、デザートなどの大豆製品は移動販売をしています。50種類ぐらいは自ら販売することで商品管理もスムーズになり、従業員の労働環境の改善にもつながっています。例えば、スーパーさんに納品した頃って、スーパーさんが365日空いてたら365日稼働しないといけないんですよ、僕なんかは。ただ自分たちで手売りをし始めたら、自分たちで休みが決められるので、土日休みにしたりとか、やっぱ直接お届けするのでそのまま利益になったりとか、そこで所得を上げたりとかっていうやり方をしながら、社員の幸せを、保っていったっていうんですかね。現在では沖縄本島中南部を中心に週に一度移動販売をしています。出来たての豆腐と笑顔を届ける。移動販売はさらに従業員の存在価値を高めているそうです。やりがい、この人たち売る方々で、毎週何曜日の何時にこのお家に行くとか、この地域に行くってことで、この人たちの存在価値が生まれるんですよ。行ったらやっぱ喋るんで、喋るたんびに信頼度が生まれていって、あ、お孫さんどうでしたかとか、たわいもない会話しながら信頼関係を作っていったら、近所さん待ちカンティしてて、もう遅かったよ、なんでねとかっていう会話が生まれるんですよ。自分のやっぱ存在、池田食品の一職員ではなくて、池田食品の近所さんとかっていう位置づけになるので、やっぱそこって従業員のやりがいにはつながっているとは僕は思ってます。何より楽しいですからね、ユンタクするのが。移動販売によって商品の無駄をなくし、労働環境の改善にも努める。池田食品はウェルビーイングな販売方法を大切にしています。沖縄クリップウェブサイトで過去の放送と詳細記事をご覧いただけます。沖縄セルラーの提供でお届けしました。